はい、ゆっきーです。今日はですね、こちら。カレーをね、結構人気があるシリーズなんですが、この稲葉の、ツナとタイカレー、チキンとタイカレーとかっていうのがですね、結構これ美味しいんですよ。うん。このシリーズ結構好きなんですが、まあ、こちらをですね、ちょっと食べていこうかなと。まあ、食べ比べっていうことでもないんだけど、食べ比べでいくとね、結構ね、まあ、時間がかかるというより、まあね、まあ、いろいろあるじゃないですか。これを全部食わなきゃいけないっていう。ちょっとね、そんな食えないんで、まあ、一個ずつね、ちょっと、この5種類の中からね、食べていこうかなと。で、ググったところによるとですね、まあ、これ、全部100円ショップみたいなところで買ったんですが、このグリーンっていうの、が一番辛いと。こっちもグリーンなんですが、こっちかこっち、このグリーンのやつ。この2つが辛いと。見た感じで言うと、レッドが辛そうな感じにするんですけど、一番辛いのがどうやらこのグリーンらしい。ということなんで、こちらのグリーン、稲葉チキンとタイカレーのグリーンをまず食べていきたいと思います。まあ、こちらは、さっきも言ったんですが、ローソンストア100という100円ショップでですね、売ってます。全部買いましたが。このローソンストア100がね、非常に、まあ、あれなんですが、めちゃくちゃ安いと。氷が特にね、1.3 キロでね、100円っていう、むちゃくちゃ安いんです。はい。こんな感じでしょうか。まあ、スープカレー的なね、感じなんですよ。で、今日ですね、米が、というか炊飯器がね、で、今さっき、一升だけのやつで、一升炊いたんですが。で、あとですね、炊飯器と、あと、あれが来た。電子レンジが、うちに、まあ、注文してたやつ、Amazon でね、注文してたやつが届いたんで、これをね、使ってですね、早速、まあ、米を炊いたわけです。うん。まあ、こんな感じ。とりあえず、電子レンジ使おう。電子レンジでチンします。で、電子レンジがですね、ちょっとですね、あれなんですよ。少々問題がありまして、電子レンジがなんと、ちょっとね、届かないっていう、コンセントがね、冷蔵庫の上に電子レンジを置いたんですけど、コンセントが届かないっていう状況になってですよ。使えねえじゃん、みたいな。よし。そして場所を移動して、ちょっと、チンしましょうか。適当に30秒ぐらい。チンします。結構電子レンジって重いんですよ。重いんですよ。炊飯器はめちゃくちゃ軽かったんだけど、一升だけのやつ買ったんですけど、それでもね、十分軽いっていう状態なんですが、なかなかね、電子レンジは重いということです。うん、よし。炊飯器はね、でかい方がいいという、俺理論です。俺理論でいくと。でかいやつの方がいいんです。なぜかっつうと、一人暮らしでは、でかい方がですね、役立つんですよ。まとめてさ、炊いて、まとめてですね、炊いてですね、保存容器に入れて冷凍庫に入れとくんですよ。そうすると、すげえ楽でいいし、時間も手間もかかる。それでは、いただきます。うん。そんなに辛くない。うん。けど、なんだろうな。なんか甘い。うん。なんかね、独特な味するんだよね、これね。あれが入ってんだ、多分。なんだっけ。なんだ。ココナッツミルクね。ココナッツミルクが入ってるんですよ。これがね、甘いんですよ。甘辛カレーみたいな。原材料名を見ますと、鶏肉とココナッツミルクとグリーンカレーペースト、唐辛子、ニンニク、レモングラス、ガランガル、食塩、シャロット、クミン、昆布みかんの皮、そして大豆油と砂糖と唐辛子と食塩と、なんでこれ食塩2個書いてあるんだ。食塩と、バジルと昆布みかんの皮と蜂が葉かと増粘多糖類とクエン酸。これなんで食塩2個書いてあるんだこれ。ミスじゃないのこれ。なぜか食塩が2個書いてあるんですけど、まあ、簡単に言うとね、まあ、あれですよ。ココナッツミルクが入ってる。うん。ので、独特のね、この甘みがね、うん。うん。するんですよ。なので、これは、嫌いな人は、嫌いだと。あ、葉っぱが入ってるわ。昆布かと思ったら葉っぱだ、これ。葉っぱが入ってる。バジルか。葉っぱの、葉っぱ食えんのかな？食ったけど。うん。うん。個人的にはね、なかなか美味しい。うん。ただね、もうちょっとね、辛い方がいい。うん。まあ、これがタイなんでしょうね。本場の。本場のタイではこういう、多分、味なんです。うん。甘いカレーっていうのもなかなかないですね。しかも甘いだけじゃない、辛いんですよ。うん。辛いのと甘さが味わえるっていう。うん、独特の。日本では絶対ないですね、こんなカレー。インドカレーは食べたことありますけど、インドカレーは基本的になんかすげえ香辛料臭いのと甘くはないっていう。うん。あれですね。かなり香辛料のすげえ使ってるんで。だけど、ココナッツミルクは使ってないんで甘くないんです。それでは、グリーン食べ終わりましたんで、次はですね、まあちょっとご飯が、結構これ量が少ないんで、これつまみとかにしてもいいんだよね。イエローを食べてみましょう。まあ、ご飯がね、いい感じに余りました。これ3個くらいいけるんちゃうか、これ。結構あれだと、値段的にあれだけど。1個108円だから。結構高級なカレー、夕食になったな、今日は。今日は高級な夕食になった。これがね、一番人気がいい、高いって言われているカレーです。カレーっていうか、稲葉のシリーズ。では、このイエローが一番うまいっていう人が多いらしい。多分。あくまで多分ですけど。こっちは、若干ちょっととろみがあるね。イエローは、ね。うん。グリーンはかなり水っぽい。かなり水っぽい。ぽいぽいぽいですね。これを知ったのはですね、まあ、結構有名に今なっちゃったんですけど、うん。まあ、俺がニコ生やってた時に、ニコ生の、放送を見てたときに、他のね、他人の放送を見てたときに、なんかこれがうめえよっていう話になってて、みたいな。みたいな感じで、じゃあ買ってみっか、みたいな。で、買ったらすげえ。これすげえ。味が、なんじゃこりゃっていう味。ね、いただきます。うん。うん、これも甘い。こっちの方がなんか、若干カレーらしいカレーっていうか、若干カレーらしい。さっきのグリーンの方が、かなり青臭いっていうか、うん。うん、美味しい。こっちもやっぱりね、うん、原材料見てみましたけれど、鶏肉と、ココナッツミルクとカレーペースト、過去ニンニクと唐辛子とレモングラスと、食塩とシャロットと、ガランガルとカレーパウダーと昆布みかんの皮と胡椒とクミンと大豆油と、唐辛子と砂糖と食塩と増粘剤と、調味料とクエン酸です。こっちはね、カレーパウダーが入ってんだ。だからカレーっぽい。色もカレーっぽいし。初心者向けです。初心者向けっつうか。うん。でもやっぱりグリーンの方が辛い。うん。多分グリーンの方が辛いです。うん。うまいうまい。これはうまい。うん。グリーンよくは辛いこともないけど、辛くないけど、なんかグリーンよくは、食べやすい。一般的な。カレーの風味が。うん。いや、でもあれだね。ローソンストア100は、本当に、酒飲みにとっては、氷がむっちゃくちゃ安い。っていうか、めちゃくちゃ安い。うん、ね、氷がね、さっきも言ったんだけど、1.3 キロで108円なんです。で、普通のローソンで買うと、500グラムで100円なんです。うん。だから絶対ローソンストアで買った方が安い。まあ、事実、かなり、あれは、客寄せのための商品らしいです。利益がほぼないらしいですね。うん。だから、それで客寄せで、他に買ってもらって、こう、利益を取る作戦。みたいですね。よし、ちょっとご飯若干少ないけど。じゃあ次、チキンとタイカレーのレッド。これもいただきましょう。そう、今日ね、動画見たんですけどね。このさ、缶切りのさ、こういうタイプはさ、普通に開けられるからいいんだけど、今の子供って、20歳ぐらいの人ってね、缶切り使ったことないからね、開けられないんだよね。うん。ものすごい変な切り方してて、って。そういう切り方じゃねえだろ、缶切りって。そもそも缶切りってさ、テコの原理使って切るわけじゃん。だからそれの意味を理解しないで、ただ押し切ってるみたいな。体重乗せてさ、グーグーってやってさ、切ってるみたいな。叩き切ってるみたいな感じのさ、切り方してってさ、女の子なんだけどさ。ちょっとあれは、ね、少なくともその形状でさ、もうちょっとさ、テコの原理使うやつでしょっていう感じじゃん、普通。まあ、俺らはあれなのか。そもそも、昔から使ってるからね。まあ、最近の子供はあんまり、ね、知らない人が多い。缶切りの使い方をわからない人が結構いるみたいですからね。まあね、やっぱりどうしてもさ、こういうやつってさ、こういう取っ手があるやつってさ、やっぱこの分コストかかるわけじゃん。ね。だから、あんまりあれだよ。うん。多分その分コストかかると思う。多分。すっげえベタベタする。これ。垂れてんね。見た感じ、レッド辛そうなんだけどね。どれ？いただきます。あー、これもスープっぽいな。ちょっとあれだね。液体っぽい、ね。イエローがちょっとドロッとしてたけど。あ。うわ。これあれやな。甘いな、これ。むちゃくちゃ甘いぞこれ。うわ甘っ、熱っ、あ原材料名が鶏肉とココナッツミルクとレッドカレーペーストと砂糖と大豆油と唐辛子と昆布みかんの葉と食塩と増粘剤とクエン酸です。これあれだな、ココナッツミルクちょっとだいぶ使ってるね、これ。多分。なんかレッドのくせに。やけに甘い。ほとんどココナッツ味しかしない、これ。うわ。ものすごい甘いな、これ。ものすごい甘い。うん。でね、あと水っぽい。うん。グリーンと同じく水っぽい。うん。甘っ。これ、レッドあれだな。一番ないな。一番まあ美味しくないね。うん。個人的にやっぱイエロー一番うまかったな。うん。うん。あんまり甘くなかったし。レッドちょっと甘すぎるな、これな。うん。あのね、これね、この稲葉のシリーズ以外でも、たまにね、あるんですよ。稲葉の会社じゃない、やつが、ね、なんかこれに便乗したのか、この人気に便乗したのかね、他の、会社の、タイカレーみたいなの、もう売ってました。どっかのスーパーでね、新潟行った時、売ってましたけど、そっちの方がすげえ辛かった。ただし、なんか、やけに、具が少なくて、ほとんど、具がなかった。うん。うん。ああ、食った食った。いやー、今日は結構あれだな。3個も食っちゃった。いやーまああれですね。ああ、個人的にレッドは一番まずい。ああ、レッドはまずい。まあイエローとグリーンは結構ありかなって。で、辛さ的に言うと、やっぱグリーンが一番辛いな。ああ、辛いって言ってもそんな辛くねえけど。まあ、うん。まあ、ピリ辛ぐらいですわ。いわゆる。で、時点でイエローかな。辛さとしてはね。うん。レッドは多分一番まずいな。一番まずいけど、うん、まずい。間違いなくまずい。はい、ということでね。ご視聴ありがとうございました。